昨日ボンさんとオンリーの3人でご飯行って、昨日、うん、どうでしょう、来ましたわ。あのボンさんとオンリーが一向に会わないから、せっかくねオンリーいるのにあんまり会わないから、もうちょっとセッティングしようと思って3人でご飯に行ったんですよね。夜ご飯セッティングありがとうございます。僕ちょっとミーティング長引いちゃって集合5分遅れちゃったんですよ、でまあボンさんお店さっき入っとくわって言って、でまあ僕ちょっと5分ぐらい遅れますすいませんっつって、でボンさんとオンリーはそれぞれあの会ったことがなかったから、でオンリーオンリーでボンさんのサングラスなしバージョン知らないし、ボンさんはオンリーのこと分かんないから、お互いちょっとこう牽制し合ってじゃないけど、でそのオンリーがずっと僕が到着するまで、なんかごめんなさいちょっとお店が分かんなかったんで待っときますとか言って、で、まあ、5分後ぐらいに僕到着したんですけど、あオンリーがまだ店の前に座ってて一人で、だからオンリーボンさん見つけれなかったんだみたいな、でボンさんも LINE 見たら探してる風だったから、ボンさんもどこ行っちゃったんだろうと思って店の中入ったらボンさん普通にいてえボンさん何してたんですかっつったら、だから漫画読んでましたっつってオンリーを探すのより漫画を優先して、まあ漫画読んでました、まあ超冗談で冗談本当でしょ、絶対読んでたでしょ、そこは冗談なんですけど、まあ、いろんなその時間でなんか、いろんな 業務連絡返してたんですよいろんな業務連絡、いやなんかその店2階で、その外見えるんですけど、その下を分かんないけどお兄ちゃんなんか迷って道迷ってるみたいなの言ってたから、あちょっとね、迷ってる、なんか目印あって教えてあげようかなと思ったら、ちょうどオンリーちゃんっぽい人がオンリーっぽい店の真下を通り過ぎたのよ。ああなるほどね、今オンリーちゃんっぽい人を通り過ぎたって送ってたら、おとめちゃんがぽいでしょってぽいでしょって、まあオンリーそのまんまだからな、やっぱりオンリーちゃんだったんだけどね、やっぱそうだったんですね、やっぱオンリーちゃんだった、あれは入ってくるもん、店の前ボンさん側の方がむずいっすわな、それは。でボンさんもサングラスかけてさ、そこら辺歩いとけばオンリーも恥ずかしいじゃん、恥ずかしい、見つけやすいじゃないですか。いや恥ずかしいよ、サングラスがもう目立ちすぎるのよえそんなことないでしょ別に、サングラスかけてても俺から声かけなきゃみんななっちゃうじゃん。いやでもやっぱこう顔を知らない人と会うのはちょっとドキドキしますよね。しますね、初対面は。どうでした初オンリーはボンさん。もうオンリーだったわ。オンリーでした。オンリーだったわ。うん、あのオンリーだわ。だからオンリーっぽい人が通り過ぎたってやっぱオンリーだったから。オンリーはなんかオンリー感あるよな。よかった、なんかめちゃくちゃヤンキーみたいなのが来なくて。いやいや、なわけないって。それはやっぱね、キャラに出ますよ、さすがに。まあね。まあちょっとね。どんな顔かとかどんな体型かみたいなのもちょっと個人情報なんで、なるかあれでオンリーっぽかったで、オンリーっぽいはっぽいね、多分こう3人ぐらい知らない人が並べられても、まあ、一番オンリーっぽいの君だっつったら大体当たるでしょう、ね、当たると思う、今日もご視聴ありがとうございました。よければ他の動画もご覧ください。最新動画もチェック。ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。